俳優の坂井人、49府が主演を務める今夏最大の話題作、TBS 日曜劇場、ビバンとビバン』日曜5 9.30、最終回第10話が、17日に79分拡大版で放送された。役所工事演じるのゴーンべキが復讐する相手として、最後の最後に俳優橋さ、橋爪餌を、 82部が突然登場。ネット上で考察されていた通り、同ドラマ監督、福沢勝夫氏が手掛けた作品の常連俳優が、サプライズ登場した形となった。最終回直前の第9話では、遊女が生まれる前から生き別れるまでの、べきの人生にフォーカス。遊女の母で佐伯明美、高梨林と結婚し、 公安の任務のため、表向きは農業施設団としてバルカ共和国に赴任した経緯などが描かれた。危険を伴う諜報員の任務の中で、遊女が誕生し、希望に満ち溢れた生活を送っていた野木一家。そんな中、武装勢力の動きが活発化し、野木家も襲撃される。ベキは公安に助けを求め、 救助ヘリとの待ち合わせ場所に向かうも、あと一歩のところでなぜか公安のヘリは迂回。乃木一家は武装組織に捕らえられ、幼き遊女は人身売買組織に売られ、ベキとアケミは組織によって牢屋に閉じ込められる、という壮絶な反省が映し出された。牢屋の中で命を落とすアケミ。アケミが亡くなる直前、 べきにかけた最後の言葉が私たちをこんな目に合わせたやつを私は絶対に許さない。復讐して、復讐してという心からの叫びだった。だが第9話でべきは日本が最終目的というのは誤解として私が祖国を狙うわけがないと断言している。しかし第10話で明美の復讐して、 の願いを叶えるため、やはり日本を標的としてたことが明かされた。ここまで登場した人物の中に、現在68歳のべきと共に働いていた該当者はおらず、ネット上では、新たな人物が登場するのでは、という考察が上がっていた。さらに、ドラマ公式サイトに表示されている登場人物一覧に一箇所、不自然な空欄があり、 ここに絶対誰か入ると話題を呼んでいた。考察通り、べきを裏切る選択を下した上官役として、橋爪がサプライズ登場。橋爪は TBS の2夜連続ドラマ、リーダーズ映画、7つの会議で福沢監督とタッグを組んでおり、福沢監督作品ファン待望の展開となった。橋爪は、 くしくも、この日が82歳の誕生日だった。